どうも、南翔です。いやー、久しぶりにちょっと、雨がね、この時間降ってないの結構珍しいんですよ。ということで、またちょっと夜のバンコク歩いてみようかなっていう、まあ、そんな日です。ちなみに明日レコーディングも久しぶりにありましてね。って言ってももうレコーディングって言ってももう音の収録はほとんど終わってるんで、明日はあれなんですけどね、なんていうのかな、まあ、どんな音を詰め込んだか、だいぶ音を詰め込んだんでね、この2年間結構、レコーディングしてきた分の音を削らずに何もかもやってきたんで、その音をどれをそぎ落としてソリッドにしていくかっていう、まあそんなねソリッドって自分で言ったら変やなっていう、まあ日で、まあ、帰ってからちょっとそれの調整も今日はするっていうことで、まあその分仕事はもう終わってるんで、まあそれまでにちょっとこう体を動かしてね、まあ軽く景気づけでもしようかと、まあそんなウォーキングです。今日は木曜日か。あれなんですよね、バンコクって結構金土はまあものすごい渋滞するんですけど、木曜日もね、これいつ頃からかな、まあちょっと混んで、ちょっと混み気味なんですね本当は。って言ってもまああれですよ、次の、まあ、これもバンコクでも今1時13分なんですけど、夜の1時13分なんですけど、次の渋滞が始まるのが夜の2時、クラブとかあの系の店が終わるのがだいたい夜2時なんで、まあそっからなんですけどね。さあ今日も来ました、見切り発車。いつ見てもここは不思議なムードを出してるな。シャカリキ清水っていう店です。なんかこれからなんかすんのかな。いやでもこっちの店はそうでもないから店じゃないのかな。車にもドーンとなんかいろいろ積んでますね。何やろ。あー、ジンさんどうも、コンスワコンスワです。いやー、証拠でもなくまた夜プラプラ歩くことにしてます。ラオス以来本当に体動かしてないんで、もうかれこれ本当にどれぐらい、もう1ヶ月ぐらいなんの。結構本当に体なまりまくっているので、まあそれも気になって歩いてます。でもジンさんはもう寝るかな。ひょっとしたらそもそも起こしてしまったんかもしれないし。お、なんか作ってんぞ。ここなんやったんやって。家配信だけだったでしょね。なんか作ってんな。こっちも閉めてるし、なんかこの辺また店変わるのかな、いろいろ。そう、家配信しかしてなかったしね。でここんとこタイ語の配信をね、ちらっと家で30分とか、まあ一枠だけやるのがね、結構ポロポロってあったのと、あとまあこの本垢で、まあ、家配信ちょっとやってたっていうぐらいかな。なんかね、最近知ったニュースで、世界中で運動不足のために健康に問題が出そうな人っていうのが14億人いるっていう推定らしいんですよ。もう間違いなく俺それの中の一人に入ってるよな。やばいやばい。お、ここ久しぶり見たらなんか結構上の方まで立ってるやん。ここね、実はね、今歩いてるとこ一等地なんですよ。そこにいつもココマックスを買うファミリーマートがあるんですけど、そこがね、細い道なんですけど、一応この辺りの交通の要所になってるとこでね、その角にあるものすごい交通の要所なんです。
あ、運動不足。そうなんや、仁さんも。まあ、そうか、そうやわな。でも仕事して配信リスナーでっていうことは、そりゃそうやな。予想したらそりゃそうやろうな。で、仁さん明日、まあ、さっきちらっと言ったんですけど、レコーディング久しぶりに行くんですよ。それもあってちょっと体動かしてね、体も温めて、いつもみたいにだらっと、家でいて、さあまあちょっと音楽の聴き直しでもして明日のプラン立てようかって、まあ、そういう風にしないようにしてみようかなと思ってね。それもあってです。あ、ひらりんさん、どうもこんばんは。久しぶりちょっとウォーキングしてます。かき小屋まだ開いてるやん。あれかき小屋っていう店なんですよ。あそこ勝浦水産かき小屋っていうとこなんですけどね、一回行ってみたんやけど、ちょっと金なあ、そこ高そうなんやな。あ、コンディレコアありがとうございます。 CD できる。あ、ね、CD はね、本当にこれはマジでなんですけども、もうそろそろ作ろうと思ってます。俺何曲貯めたって言ってたっけな、前もなんか配信でカウントしたけどな。あ、さらにコンティレコアありがとうございます。何曲や、あ、でもな、皆さんにお届けできへんようなちょっとこっぱずかしいのもあるから、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 今回のできたら10曲揃うんですよ。で、その前に2曲作ってあって、それで12曲、その前のやつはまあちょっと取り直したいんで、それが終わったらっていう感じかなとは思ってるんですけどね。で、あと今手掛けてる新曲が2曲、それも入れたら14曲で、あとミニアルバムできる。ああ、もうミニアルバムだからできますよ。ミニアルバムっていうか10曲揃ったらね、結構まあ普通のアルバムっぽい感じで作れるっちゃ作れるんかな。まあそろそろ本当に完成させられそうですよ。で、それをね、だからね、2曲ね、僕この新曲2曲発表します言うてから、もうすでに発表します言うてからじゃないか、この曲のレコーディング、2曲のレコーディングにもう2年以上かけてるんですよね。できるでしょ、もう。でね、2年以上っていうのはもうこれ単純になんですけど、僕のサボりです。なんかね、音楽ってね、僕の中では特にそうなんですけど、趣味でやってるだけに、こうやる気がね、やっぱり大事やなと思って。で、誰に聞いても結構言うんですけど、仕事でやってるんじゃなければ、それは波があって当然なんで、もう次に盛り上がってくる、やりたい気持ちが盛り上がってくるっていうのをね、まあ自然に待てた方がいいよってみんな言うんですよね。でもね、その頻度が僕すごいスパンが長くなってきて、例えば配信例えばやっててもううざいなとかいう時ないんですよ。でも音楽ってやっても、あ、今回のはちょっとまあなーって、もう全部お蔵入りにしようかなとかね、あったりするんですよ。で、それがね、だいぶ増えてきてっていうので、もうここまで来たんで、もうまあそこはくらい話として、もうここで置いといて、で、もう年内にとにかく完成させようと。だいたいね、もう今9割ぐらい完成してるんですけど、実はね、7割ぐらいまでね、もう2年前かな、1.5 年前ぐらいかな、完成してるんですよね、本当はね。そっから全然進めてないっていうだけのことなんで、ちょっと1年発起、今年中に作ろうということで、相方にまあそんなね、有言実行にするための声もかけて、で、まあやってみようっていう感じです。これなんやねん、ミラクル太一、太一さんの店か、ミラクル太一、怪しいな、ちょっと怪しいな、これ。なんやねんこれ、ミラクル太一そのままやん、タイ語も。何の店やねんそれ。お蔵入りうまそう。そうか、お蔵入りうまそうやね。確かにそうやな、お蔵に入れた曲全部食うてしまうっていうのもありやな。
入ってみよう。いや、あれ閉まってるんじゃないんですか、あれ。あ、ここにおばちゃんがいるんです。聞いてみようか。あの店なんやろ。でも知らんって言いそうやな。ちょっと聞いてみよう。ランが何ミアペンがライバーなか。キアンはミラクルタイプ。あ、何ペンがライバーなか。パトパト。哦好像一部那个张张松啊来来。蜜张松是吧，哦软啊好好好好好。ミラコでしたね。あれなんか日本料理の店らしいよ。あんな入り口やのに。何の話なんやろなあれ。ちょっとびっくりした。そういうことらしいですよ。俺はてっきりあれかなと思って。あの、なんか気候とかそういう店かな。いやあの入り口ないやろでも。なかなか料理屋さんで日本料理の店って言ってます。まあまあまあね、ミラクル太一ですから、まあね、日本料理っぽいわな。それはまあそのあの太一っていうとこはね。でもミラクルってなんやねん。どうミラクル。いや本当に太一さんの店かどうかははまあ日本料理ってでも言ってたからね、そうですよねきっとね。今度太一さんリスナーでいらっしゃったらそれ聞いてみよう。っていうかあれか、俺が訪問っていうのもありですね。あ、この兄貴の名前見て思い出しました。兄貴来るんですよね、木村さん、物語木村さんね。あ、どうも、これなんて読めばいいんやろ。ランピーさんって、いやでもな、これランピーさんで読んでいいのかな。はじめまして、どうも。南翔って言います。バンコクで今散歩してます。バンコクでね、住んでるんですけどね。バンコクで渋滞が多い。最近タイから帰国してきたガイルさん、あ、ガイルさんなんですね。このキリル語なんかな、いや、ロシア語なんかな。タイから帰国だったんですか。じゃあもうあれですね、こういう風景もご存知じゃないんかな。この風景自体はね、ご存知なん違うんかな。雰囲気はね。あ、キリル文字なんですね。タイからっていうのは、じゃあ、あれですか、バンコクで住まれてたんですかね。タイはもう6回行ってます。あ、っていうことは、あ、ちなみにこれバーガーキングです。タイに進出してきてるバーガーキング。旅行から帰ってこられたということですか、それとも住まれててですかね。ちなみに僕は、タイで、1999年9月から住んでます。タイ6回か。あ、なんやこれ、なんか電話ボックスみたいなのがあるぞ。この電話ボックスなんなんや、絶対電話ボックスじゃないやろこれ。単に単なる飾りなんかな、なんやろこれ。よう分かれ。ここにセキュリティチェックって書いてあるけど、これは関係ないやんね。あ、旅行なんですね、分かりました。あ、でもこれ台のとこ電話置くようになってるよ。これからつけるんかな電話。どうなってんの。僕が生後7ヶ月。あ、そうなんですね。っていうことは20歳ぐらいの方っていうことですかね。あ、そうなんや。20歳21のあたりかな。あ、そうなんですね。タイどうぞ。でも面白いんですよねきっとね、6回っていうことは。この電話気になるけど、聞いてみたいけど、思いっきり話し込んでるしな。聞いてみたいな、聞いてみたいけど、めっちゃね、そこで話し込んでるんですよね。まあやめようか、邪魔するのもあるし。ちなみにここはザ・オールド・イングリッシュ・パブらしいです。こんなんもできてたんやな、これ知らん間に
オープンしてんな。あれでもほんまなんない。まあということで僕も結構まあ在宅歴ちょっと知らん間に、まああっという間に長くなってしまいまして、まあ今日を迎えてます。スクンビットに泊まってたんですね。あ、ここもね、一応スクンビットですよ。スクンビットソイ55、トンローっていうところですね。駅も BTS にあると思うんですよ。バンコクの歌舞伎町7。あ、ということはお遊びだったんじゃないんですか。そうですか。まあ7、まあ7というお話が出てきたんで、まあちょっとお話、これでも下かな。7ヌア、北側の7通りっていうところがありましてね、ヌアって北なんですけども、ソイ、スクンビットでいうとソイ3、いやちゃいます、あ、そうなんですか。安かったからかな。まあ便利なのもありますからね、7は。どこ出るにもまあまあね、便利なとこ本当ですからね。ということで皆さん、僕はあらぬ、嫌疑をかけてしまったんですけども、ガイルさんは便利さをおそらく求めて泊まってられます。7の北側にはアラブ人街になってるようなところがあって、でもアラブ人街って言ってもあれなんですよね、イスラムの県内っていうとエジプトとかもあるじゃないですか。あのエジプト料理の店とかも並んでて、で、安く食えるようなとこです。非常にリーズナブルに、そういうちょっとしたね、タイでもまあだからエスニック料理って呼んでいいんかな、が食べられる。僕も結構重宝してて、時々特に日本から誰かがいらっしゃった時に、もうタイ料理はね、あちこちもうタイ料理だらけですから、どこでも行けるじゃないですか。だからそこへ連れて行ったり時々してます。あ、ターミナル21の近く、あ、もうじゃあアソークじゃないですか、それ。そうなんですか。ちなみにアソークはあれです、皆さん、BTS 高架鉄道ですね、スカイトレインと地下鉄の交わってる、非常に便利なね、もうどこ出るにも便利な場所です。コラムバンコクって、ちょっと待って、俺その名前なんかすごい聞き覚えがあるぞ。コラムバンコクって聞き覚えがあるけども、すいません、ちょっとコラムバンコクが具体的にどこだったんか、俺でも、それはなんかで見たぞ。ロングテーブルのところです。いや、そのロングテーブルの方は知らないですね、僕、すいません。ロングテーブルは知らんけど、コラムバンコクはどっかで僕見たことある気がする。看板見たんかな、それとも、なんか誰かのウェブサイトとか見たんかな。すいません、でもロングテーブル申し訳ない。わからないです。申し訳ないです。でもまあ、あれなんですね。ターミナル21の近くなんですね。ちなみにターミナル21、まあ、そのうち行ってみようと思いながら全然行ってないんですけど、配信でも各階がなんかこうニューヨークフロア、パリフロア、東京フロアとかなってて、で CIT タワー、わかります、あの近くなんですか、 CIT タワーの近くなんだ。あ、じゃあ全然便利なとこじゃないですか、本当に。でね、そんなフロアの名前になってて、内装もちょっとそれに寄せたような、まあ、これちょっとと言ったのはタイのことなんで綿密な調査によって作ってるっていう感じじゃなくて、あれこれなんか違うやろっていうのもね。あ、すぐ隣なんですか、 CIT タワーの。お、それは、あ、でもな、最近あの辺りもそんなには行ってないからな。分かりました、でも分かりました。じゃあ全然いいじゃないですか。そう、旅行であの辺泊まるとしたらね、すごい便利ですよね。あ、ちなみにこれ昔のトンローのランドマークの、55th タワーです。丸ビルみたいな形になってます。
ここもね、タイに住み始めた時、すっごい目立つ高い、マンションだったんですけどね、今や本当に全然、ターミナル 21MK に何回か行った、 MK ね、 MK、 あれですもんね、日本人にもやっぱりね、すごい食べやすいし、で日本みたいに例えば鍋料理だからって構えたりもしないでね、行けるし、値段的にも手頃ですしね。ちなみに皆さん、MK というのは、バンコクにあるタイ好き、しゃぶしゃぶみたいな感じというか、まあそんな、そういう鍋料理です。ちょっとね、甘辛い食べるタレでおつけて食べるのがね、美味しいんですけどね。コラムの40階に泊まってた、あそこって、40階ってちょっと高いんじゃないですか、それ結構。まあでもお金の話であまりよろしくないね、よろしくない。まあ差し支えない範囲でやってくださいね。あ、これ鈴木不動産でここ移ってきたんや。おお、あ、そうなん。ちなみにこれもだいぶ完成してきてますけど、これホテル日光になる予定の場所です。ここもね、ひなびたとこだったんですけどね、いや今日は涼しいな。まあ歩いてるんでね、汗は出てきてるんですけど、今日は涼しいわ。あ、若干お高めでしょ、やっぱり。まあね、やっぱそうですよね、やっぱりやっぱりやっぱり。そうか、タイでじゃあどんなとこ好きですか。まあバンコクの中のどっかっていうのでもいいですし、こんなとこ行ったの面白かったよとかって何かあります？あー、やっぱりそうか、そういうカウボーイと7が出てきたか。あー、どうもサワディカブです。ビスカビッグシーが好きです。あー、ビッグシーが、ビッグシー、ロータス、カールフールって3つタイの、スーパーっていうか、まあ、大型ショップですね。で、三大巨頭だったんですけど、僕は残念ながら撤退してしまったカールフールが好きだったんですけどね。品揃えがちょっと面白い。実はロータスとビッグシーって置いてるものが結構似通ってるんですよね。で、ちょっとディスってしまった。申し訳ない。ビッグシーとロータス。まあ、今はね、ビッグシーとロータスで頑張ってる時代なので、僕も持ち上げておきます。ビクシーロータス最高。イサン料理、これはうまいです。イサンはちなみにタイの東北地方なんですけど、ここの料理と、僕が先月行ってきたラオスのラオス料理、基本的には同じなんですよね。でもイサン料理はやっぱタイに入ってる側に入ってるんで辛いのが特徴。そしてラオス料理はだし文化で、まあ、関西味に近づけた感じなんですよね。まあどっちにせよでもそれぞれのうまさやからね。これは僕もイサン料理大好きですよ。さあ、またいつもの店にの前に来たけども、今日はしっかり飯を食ってきた。およびさっきバーガーキングの前通りましたけども、バーガーキングのお昼にちょっと食べてる時間があまりなくて半分ぐらい食ったんですけど、残りの半分、まあ、これちなみにいつも着てるあれです、フィフティフィフスボッチャなんです。それから七瀬、まあ、屋台風にやってるんですけどね、でも中で食べられる、お店七のまだあるんだ。これはタイのソイカウボーイ前の露天バーで日本人と喧嘩した。
そうなんですか。露天バーで。あたた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 。あていう、でも日本人と、まあでもわざわざ日本人とって書いてるだけで、あれですよね、ガイルさんも日本人の方ですよね。ここまで7のまだあるんか、アラビック天国と。そう、ありますあります。あの辺本当にアラブ人街ですよ。アラブ料理結構ね、タイで暮らしてて、まあそれでも1年に 1,2 回ぐらいですけど、なんかね妙にね、味を変えたい、なんかこう毎日食ってるもんちょっとなんか飛び出たいなっていう時に、アラブ料理結構ねアクセントになるんですよね。結構うまく食えます。同じね鶏料理でもやっぱりね、ガイアンとタンドリーチキンではちょっと違うので。ちなみにどっちもまあね、まあ水分を飛ばした感じの焼き鳥料理ですけどね。あ、どうも、テンさん、サワディカ。女の子にお酒をおごって席に来るはずが、酔っ払いの現地住み日本人がその子に絡んで離れず、こっちの酒はなくなる、ふざけんな。それはいかんな。それはいかん。あ、なんか、むちゃくちゃなっとんな。大丈夫か、おい。あれ、これなんや。こんな建物見たことないぞ。形もめっちゃ変わってるし。なんやこれ、何できてんねん。コンドミニアムかな。あ、どこ、店員さん、どうも、サワディカップです。どこって、これあれですね、スクンビット通りです。ちょっと見てみましょう、これ一体何なのか。何者だ、君は。めちゃめちゃ飛ばしてるからちょっと横断しにくいな、この時間。日本は帰ってきてないんですか。そうですね、今年は4月と6月に2回帰りましたよ。普通6月はちょっと帰れないんですけど、ちょっとどうしても帰らなければならない事情があって帰りました。まあ大体年1回から2回ですね、僕帰るのは。彼らのことはバッファローと呼んでた女の子たちが、確かに、これまだ作り中やん。まあ分からんわこれ何か。まあそうやな、まあ、俺も知らんもんなこれ。そうか、こんなんできてた。あ、今渡り時や、また元に戻ろう。トンロ、今スコンビト通りのトンロの近くは近くですね。今こっちが、今そこに道あるんですけど、それがスクンビットのソイ40ですねっていう位置です。まあいつもの散歩コースなんですけどね、散歩っていうかウォーキングコースなんですけどね。日本は僕は大阪ですね、大阪出身です。最近できるだけ大阪弁でキャスしてます。あ、ちなみにこれスクンビットの40です。この左側のところが運河になってて、よく誰かが殺された時にこっそりここに捨てられてるっていう、ちょっと怖い道です。まあ、でもここにもコンドミニアムあるから、ちょっとそれも怖い。ああ、まあポンオカムランカイユ。あ、ウォンパイルイな、ウォンパイルイ。カオエカマエロゴジカパイトンロ。あれか。ポンポン、ไม่ใช่ผมออกกำลังกายอย่างเดียวเองเลย。ไม่คุณได้เลยจะกลับบ้านแล้ว。哦。จ้างมาไกลหน่อยจะเข้าบ้านแล้วกินข้าว。哦。ไปไหนไปจองไปกลับบ้านแล้ว。哦。ผมยังไม่กลับบ้านผมออกกำลังกายแล้วก็ออกง่ายเยอะๆเป็นอย่างดีด้วยอ๋อยังปุ้มกินข้าวอ่ะผมก็ไม่วันนี้ไม่เป็นไรนะจริงๆข้าวไงเนี่ยฮะกินข้าวเลี้ยงข้าวไหนอ๋อก็กินข้าวก็กินข้าวดิอ่ะเดี๋ยวข้าวในแดงเลี้ยงข้าวหน่อยร้อยหนึ่งอ้าวร้อยก็ได้
ผมต้องคุยกับพี่ไลฟ์สดด้วยนะครับすみません更新されてしまった。いかん。しかもコインが。すみません。もう知らんうちにコインも消費してしまったし。赤字で自動延長になってしまった本は。大阪行ってみたい。そう言われる方多いですよね。ちなみにガイルさんはどこの、ガイルさんやったっけ？ちょっと待って。名前間違えたらめっちゃ最悪や。ガイルさんだったんと違うんかな。ガイルさんや。そうや、やっぱガイルさんや。ガイルさんは出身はどちらなのかな。あ、コインどうも。美味しかった。いやー、アロイマークス今日です。これ美味しい、最高です。お寺のサウナは行かれたことありましたか。お寺のサウナ、お寺のサウナですか。いや、行ってないですね。ただ、一つ僕リスナーさんにツイッターでフォローしてもいただいてる人方がいらっしゃって、ラオスで僕ハーバルサウナに行ったんですけども、そのハーバルサウナバンコクにもあるよって言って紹介してもらった場所があって、そこ今度行ってみたいなと思って。何話してるっていうのはね、あれね、結局まあそういうことかなと思ったんですけど、まあ、売宅のおばちゃんだったんですよね。バイクタクシー、まあ省略して売宅ってこっちの日本人は呼んでるんで、ついついそう呼んでしまいましたけど、バイクタクシーのおばちゃんだったんですよ。で、まあ、どこ行くんや、乗って行けっていう話だったんですね。だったんですけど、普通あんまりああいう風に話しかけてくる人っていないんですよ。で、どこ行くんやとかこういろいろね、しつこく聞いてたんですけど、僕はまあ運動のために歩いてるからまだ家にも帰らんし、どこ行くっていう形じゃないって言ったんですけど、飯食いに行こうみたいな話を言われてね。で、いやちょっとそれこっちで自分でこうやってやることもあるから、まあ嬉しいけど今日はええわみたいなことを言ったんですね。そしたらまあ飯を食うのに自分は飯代がないので100バーツくれっていう、まあそんな話です。まあ、ちなみに100バーツ300円なんで、別にそれもありっちゃありなんかもしれないんですけどね。でもやっぱりまあ例えば僕がね、日本人だからそうやって声かけられてて、でまあお金をっていうことになったらね、他の日本人の方にちょっとね同じようなことがあったら、まあね、あんまりいい気持ちもしないだろうということで、まあ丁寧に断っておきました。ごめんねって、ちょっとこっちで配信もしてるんで、ちょっとこっちと喋らないかんねん、ごめんねって言って、まあ断りました。すいません、長い、すいません、そういう説明で。パイナイ、そうですね、パイナイってか、僕だから行くとこパイナイってどこ行くんですかなんですけど、どこも別に実際には行かないですよね。こうやって歩いてるだけって。東京とフロリダ、あ、そうなんですか。じゃあお父さんかお母さんのどちらかがフロリダのご出身なのかな。あー、ジンさんもコインありがとうございます。そしてビスケットさんもコインありがとうございます。本当にありがとうございます。という感じで、あ、フーマさんもコンテリコインありがとうございます。あ、フーマさん先ほども他の方の配信でご挨拶しましたけど、こんばんは。古事記、まあ古事記っていうか、なんて言うんですかね、まあ僕はこう捉えることにしてるんですけど、正直者なんですよ、お金に対しても。ちょっとお金が今日不足してるなって言ったら、どっかで融通っていうのがね、あるんですよね。これは送り仮名の違いなんかなっていうふうにも思います。僕はまあそう思うことにしてます。タイでこれもあれも嫌って、まあ言い出したら本当にたくさんあるんですけど、まあ、そう思ってもあんまり面白くないと思うんで、まあ、適当に軽くやってる感じです。見知らぬ人にお金くれってメンタル強すぎ、まあ、それもそうなんですよ。それもそうです。でもメンタル強い人はやっぱ多いっすね。まあ、多いっすよ。バイバイ、まあ、バイバイしました。あ、それ大事です。それはあれかな、今の話から、クォーターなんですね。あ、っていうことはおじいちゃんかおばあちゃんがフロリダ、アメリカ人の方なんですかね。じゃあ
あのおじいちゃんかおばあちゃんが、まあタイはバーじゃなくてパイパイ、あパイパイなんかこれ、あほんまやパイパイや、パイパイ、あですって、これはあれかな、おじいちゃんおばあちゃんの話かな、パイパイいやでもパイパイってパイパイって、ね、どういうことやあの女の人のあれかな、パイパイなんかどうなんや、これちょっと分かり、すいません理解できてなかったかもしれん、あパイない父ないか、そういうことか、パイない父ない、あのおかまも多いっすからね、本当に根底に徳を積ませてあげるよって、あそういう考えはあるかもしれませんね、貧しい人に徳を施したら来世で自分がっていうのはね、これはすごいあり得るような気はしますね、そういうとこはあのタイでは多いなっていうのは思います。あとはまあこれは知らない人間っていう話とはちょっと違うんですけど、タイってやっぱりあのまだあの田舎を中心にそんなにお金がね、自由にならない人っていうのも多いので、法みたいなのがあるんですよね、みんなでお金を積み立てて、どっかの息子さんが入学になったらそこからお金使う、誰かがまあじゃあそうやな、日本旅行行くとしましょう、じゃあその日本旅行で、のためにお金っていうような感じでこう回し回しお金使うのがあるんですよね、あの感覚っていうのを広く持ってる人っていうのもいるかなっていう感じもするかな、大乗仏教のね、まあでも大乗仏教の感じっていうのは本当強いですね、まだなんだかんだ言って仏教の行事に参加するかとかお参りに行くかとかって言われると若い人たちはやっぱりもうさすがに仏教離れしてきてるんですけど、まあね文化に刷り込まれた感じっていうのは強いからな、やっぱり、あプーケット行かれたんですね、特に見るものもなしになんとなく行かれた、面白かったですか、ちなみに僕は6月に、あ、6月か違う、7月かにプーケット行きました、プーケット何年ぶりぐらいだったかな、2011年に僕行ったんですね、だから6年ぶりぐらいかに行ったんですけど、夜がうるさかった、あ、それはあれなんじゃないですか、泊まられたところがじゃあパトンとか夜うるさそうな場所に泊まられたんですかね、逆に僕はもう本当に旅行客もあんまり来ないようなところに行くのが好きなんで、僕はあれです、パトンとかカタとか有名なビーチがあるのと反対側東側海岸の方で、周りに本当に何もないところで泊まってました、いわゆるだからあれですね、アパートのデイリーユースですね、で僕は泊まってました、レンタルバイク借りればもうすぐにどこへでも出かけられるので、そんな感じで僕は過ごしましたね。でもまあ僕もパトンへ、の夜のパトン見たの今回が初めてだったんですけども、やっぱすごいんですねあれね、あバングラ近くはそりゃそうでしょうね、ランタンはちょっとわからないですけど、バングラ通りはだって僕そのまさしくバングラ通り行きましたけど、すごかったですもんね、あれパタヤの日じゃないな、ちょっと、あちなみにこれ MK ゴールドです、 MK ゴールド、ちなみにプーケットの話が出てるんで、プーケットでえげつない、まあ確かに分かります分かります、そうですよね、いやえげつないえげつない、あの辺りはすごい、プーケットでまあそうですね、いくつもこうプーケットで話したいことあるので、じゃあ一つに絞ってお話しするんですけど、プーケットに僕が面白いなと思ったのはチャオレーっていう海のジプシー、まあ、ジプシーって今差別用語になってるのかな、今の風で言うとロマですかね、海をこう点々とこう動いて、まあ、今はもう国境がねあるんでそんなに自由に行けないですけど、タイとかマレーシアとかフィリピンとかぐるぐるね回ってる人たちね、あちなみにこれセパタクロを練習してますね、
セパタクローで遊んでるみたいです。あ、以前は年寄りの前を横切れなかった。あ、なるほどなるほど、それはまあ分かる感じだいぶしますします。まあね、ちゃんと手を差し出したりするにもね、もう片手を添えて何か差し出したりするっていうのも礼儀としてあったし、でやっぱりちょっとだからその辺変わってきてますよね。あ、でね、チャオレー海のジプシーの話に戻るんですけど、その人たちが、まあ、定住しなければならないっていう形になってきてましてね、これ何やろうね、27エンジニアリングって何やろ、あ、これ工事してるとこの工事業者の名前かな。あ、そうやな、リズムエカマイって書いてあるから、これリズムエカマイっていう、まあこっちでまあまあ有名なんですけど、リズムエカマイの、お前 何袋くわえてんねん、美味しそうに。コンドミニアムですね。で、そのチャオレーがね、定住してるんですよね。そこ行くと、タイの雰囲気とはちょっと違う集落、違う雰囲気の人々がいるんで、これも僕おすすめですね。チャオレーの集落。タイいいな、欲しいもの買い切れなかった。あ、そうっすか。まあでも、そうっすかとか言いながら、ここパークレーンっていうところなんですけど、そうっすかとか言いながら、僕も、日本で住んでた頃に、まあタイへね、旅行で来てっていうの何回かあったんですけど、まあその気持ちはよくわかりますよ。タイはちょっと後に引く国ですからね。こう帰っても、ああ面白かった、日本でじゃあこの感じでやっていこうっていうより、うわいいな、タイ戻りたいなとか、タイでこれこれしたかったな、これこれ買いたかったな、こんな人だったの、もう一回会いたいなとかね、ありますもんね。タイは本当に後ろ髪引かれる国ですよ。って言っても、まあ今僕はこんな感じで暮らしているので、まあ後ろ髪も何しもないんですけどね、もう暮らしてる場なので、まあ例えばこうやってね、これ今多分これ道路工事中なんですけど、これ止めてるじゃないですか。で、俺がこの後ろにおったら、もう早よしてくれよって、もう早行かせろよって、こう入れ替えも遅すぎるやろって。実際遅いんですよこれ、結構長いこと止めてますよこれ。さっきから歩いてる時ずっと見てたんですけどって思ったりね、まあ、すんのは多いんですけどね、実際には。くそーって、ホームステイそうか、ホームステイか。でもまあ、ホームステイはどうかわからんですけど、あれ結構あるでしょ、エアビー&Bか、あれ。なんて言えばいいんや、あれ、だから、民泊か、要するに。民泊やってるとこ結構最近多いんじゃないです。タイなんかもう以前からシェアで誰かと住んでるとかも多かったりするんで、でそこに誰かゲストを迎えてっていうのを、別にお金払ってくれるんやったらもう万々歳で泊めるよっていう人も結構多かったと思うよ。おっと、かなり重いもの釣ってますよ。すごいな。おお、あんなすごいの釣ってるよ。何してるんやろ、下水かなこれ。水完全に止まってるけどな。なるほどね。あ、タイね、ホテル代がきついと。あ、そうそうそうです、そうです、だいたいホテル代きついです。だからまあタイって今結構宿泊代も実際上がってるんで、あ、こっちからこんなショベルカーもますけど、面白い。汚い環境、外ならいいけど泊まるところは綺麗じゃないとしんどい。うん、ゲストハウスとかに泊まるんじゃなくて、だからやっぱり僕は民泊結構狙いなんじゃないかなと思うんですけどね。って言っても、まあ、僕自身がこっち住んでるんで、バンコクで本当に民泊安いんかって問われると、ちょっとなんかね、そう言われ聞かれると、お前適当な提案しやがってって言われるかもしれないんですけど、結構そのあたりで都合できることってありそうな気するんですけどね。あと、まあ僕が使ってる方法はあれです、
これもやったからって言ってそんなに安くなるわけじゃないんですけど、さっきもプーケットの話で言ってた、あれですね、アパートを、デイリーユース東で貸してるいう感じで、やってるとこ、まあ、例えばじゃあ1週間とか泊まるんだったらちょうど単位もいいんで1週間単位でこれだけの値段でって言って負けてくれへんかとかっていう交渉もできたりもするし、で東で貸してるとこは大体、そこまで高くないとこ多いです。もちろんだからあれですよ、あの麻生区とかに泊まると厳しいですよ、交通の要所のとこはどこも厳しいので、まあ例えばそうですね、トンローとかでしたら、トンローのペプリっていう通り分かりますかね、コンドミニアムも貸してくれるところもなきにしもあらずなんですけど、コンドミニアムはまあ正直僕の感覚ではちょっと贅沢かな、これはもう僕の現地採用の貧乏人の言うことなんで、あんまりその話半分に聞いてほしいんですけど、アパートですね、やっぱりコンドミニアムって基本的に買い取りをしてるところを言うんですよね。だからオーナーが宿泊として、ホテルみたいにして貸したいか、それともなんていうんですかね、まあ月決めでちゃんとその宿泊っていうことでやりたいのかな、どっちかなんですけど、コンドミニアム買う人ってやっぱりリスクはあんまり取りたくないんですよね。日帰りでっていう人は例えば備品がなくなったとかっていう時にもうどこ行ったかわからんっていう率が高くなるじゃないですか。だからまあやっぱアパートが多いですし、それにアパートの方が圧倒的に安いですね。ちなみにアパートは賃貸で契約する感じになるので、で備品もそんなについてないんでね。タイで仕事してますよ僕って言っても、タイらしい仕事してないんですけどね、まあ、いわゆる日本の進学塾みたいな、ああいう、まあ、こっちでは帰国子女にこれからなる予定のね、在バンコクの、まあ、生徒たちを、の受験指導とか、してるような、まあまあ、いわゆる塾講師です。ピーポーピーポー、どこ行くんやろな。だからまあ生徒もみんな日本人なので、そういう意味ではあんまり面白くないんですけどね。なんかめっちゃ盛り上がってる感じしますね。どんちんどんちん聞こえてきますよ。ちなみにこのエカマイのこの辺りクラブが結構多いとこです。おーって、まあでもまあそう言っていただいて、俺もなんてお返しすればいいのかどうかわからないんですけど、なんかあれですね、こうやってお姉ちゃんもまあ見てて思うけど、なんか素人なんか苦労となんかなんかわからんような服の人多いな。まあまあクラブなんでいいんですけどね。はい、エカマイ来ましたよ。今これエカマイのビッグCですね。これここエカマイのビッグCです。エカマイはパタヤ行きのバス出ますね。さっきもずっと曲がってきてしまいましたけどね。さっきどこかな、どんな話してたとこって言えばいいのかな、エカマイゴールドがあります言ってたでしょ。あれ結構あれのもうちょっと手前が僕左折して入ってきたんですけど、その左折する前のところにバスターミナルありました。お、一気にドンと来た。タイから日本に行くときにタイ好きじゃない一般の日本人が喜ぶようなタイのお土産って、タイから日本に行くときに、タイから日本に行くときに一般の日本人が喜ぶようなタイのお土産、まあそれは正直毎回僕も悩んでます。まず一つは一般的なお土産って言えるのかどうかわからないですけど、たまにこうどっかで生の、蜂蜜を手に入れることができたりするんですね。タイって養蜂場も結構多いんで、あれは確実に喜ばれますね。で、今僕がまあある程度定番にしているのがあれですね、ドリアン菓子ですね。軽いしで
味が濃厚で臭くないし喜ばれるという感じで、僕はあれ結構よく買ってるのに帰りますね。麻生区で夜中12時歩いてたらすげえでっかいピックアップ3台がすごいマフラー音で走って、警察でものすごい轟音、轟音は轟音ですね。麻生区は結構本当パトカー見ますね。確かにあのそれもあの辺本当荒いです。まあ、このトンロも荒いっちゃ荒いですけどね、あの辺って本当にもう渋滞の要所なんで、もう強引にもうガンガン行こうとしますね。ビッグシーあんま中入ったことないですか。まああんまりね、あの在滞車はね行きますけども、まあ、あんまりそんな見るべきものもそんなないので、あ虫スナックね、あネタとしてね、それはありますね。虫の缶詰もどっかで売ってるはずなんやけどな。タイからの土産って難しいでしょ。まああとはそうやな、これは人によるし、もらって全然嬉しいかどうかわからんけど、まあ布ですかね。あのタイシルクとかもねもちろんいいんですけど、僕は商品になってるものとかより布をそのままあげてしまうっていうのが結構あったりするかな時々。バタフライピーのお茶、あのあれですね、パンダン茶ですよね。タイ語ではバイトゥイって言うんですけど、あの水色の涼しげな色になってるあのお茶です。お、君は懐いてくれてるのか。懐いてくれてるやん。でも餌が欲しいんやなお前な。残念ながら俺にはちょっと餌はない。申し訳ないね、ごめんね、ごめんね。さあ、なるほどと、はいはいはい。まあお茶も結構有名なんですけど、僕ね、今お茶飲むと寝られなくなる習性がついてきてしまってるので、申し訳ないんですけど、お茶のねいい品種っていうのも言えたらいいんですけど言えないですね。辛いパイの缶詰ね。結構ね缶詰結構ありますもんね。アサリっぽい貝のホイラーのねやつとか結構うまいやつありますよ。ちなみに日本人と喧嘩した時、相手の日本人は警察にライドと拳銃を向けられた。おお、やられてますね、やられてますね。それ在バンコク日本人でしょ、おそらく。そのお話、前の話の続きですよね。そんなやつも捕まればいいんですよ、そんなやつ。僕あんまりこう人のことあんまりディスりたくないんですけど、あでもフーマーさんいらっしゃるんかな。さっきちょっとフーマーさんと一緒に入ってた。あでもフーマーさんあれやな、あの方と結構ちょっと話もされてたんで、ちょっとお気を悪くされたらあれかな。まあでもまあまあ話の行きがかり上ちょっとだけ言うんですけど、チェンライに住まれてるっていう日本人のアラサーですって書かれた方のとこへ入って、おこれは在滞の同性の人間やと思って僕喜んで行ったんですけど、なんかね話が全然合わなかったんですよね。まあ、僕もそんなこと言いながらこの配信通じてすごい癖のあるものをもう周期で言うともう臭い周期をプンプン振り乱してまあしてるとは思うんですけど、それがね結構強い方で、タイ語も自分はできるし、まあ卒業してる学校もいいし、そこスキルも結構あるんで、これぐらいの金もらって日本で住むのとタイ語で住むのとでどっちがいい生活できるかなみたいな、そんな話をねされる方で、なんか僕ちょっと苦手な人だったんですよね。で自分を高く買う人ってすごい多いんですよね、このバンコクタイに。これちょっとなんて言うんでしょう、まあ物事をねいいように考えて過ごしていきたいんですけど、これね途端に日本人相手が日本人ってなるとなんかちょっと難しいとこありますね、こういうのね。同じ在滞者だって言ってもなんかこうね、いかんね、いかん、なんかそういう風にこう物事には反対の面もあっていい面もあってっていう風になかなか考えられへんね。女性には奈良屋、まあこれ定番ですね。奈良屋はね、奈良屋はでも
僕ね、長いことね、奈良屋で、なんで奈良屋がいいのか全然わからなかったんですけど、女友達がバンコクで奈良屋に買い物に行ってるのを聞いて初めてわかったんですけど、何もかもがいいわけじゃなくて、こう柄がすごいのが多いんですけど、奈良屋のいいところはシンプルなものを選んだら結構無難に使えて、しかも安いし次々買えることや。それは確かに大きい。日本にある商品と同じでも味が違うやつ、ホールズとか、あとあのプリッツのね、ラープ味とかね、そういうのもありますよ。いろんな日本人いますからね。あ、僕珍しくまともなんですか。それはありがとうございますと言っていいのかどうなのか。そうか、俺まともだったんですね。俺もまともじゃないんかなと思ってちょっとね怖かったんですけどね。関西人は値打ちこかれるのが苦手。あ、俺まさしくそれかな。そうなんですよね。なんかこう自分の価値みたいな言われた時に、その価値はあなたが判断する、そんな客観、そんな事実でもたらされたりするんと違うんかな、違うんちゃうんかなみたいな、ついつい思ってしまうんですよね。黒いのライノ、サワディピーチャイパイタンカオドワイカン、これって何かの歌やったかな。ちょっとすいません、ちょっと一旦座らせてもらいます。そう、自分以外の他人がね普通決めるでしょ。結構自分で値打ちを言われてもねとかもあるし、なんかね、俺様目線だったんですよ。まあ一言で言うと、まあちょっと申し訳ないんやけど、その言い方をして。でも黒い野良犬結構懐いてましたね。あ、そうです、そうです、相性の問題です。それはそれでやっぱりね、楽しく話されたりする人もいっぱいいるんでしょうから、全然ね、それがどうのこうのじゃないんですけどね。ただまあ僕が一個だけ思うのは、やっぱり割と癖の強い人っていうのはやっぱりタイには相変わらず多いなっていう、まあそこですね、そこです、僕はもう。そうそう、相性の問題です。あ、関西市の面白すぎて、まあ関西人、僕も関西人なんで、まあ面白いことを言いたいんかどうかは分からないんですけど、どうなんかな、例えばね、僕の父親と母親が会話してるのを聞いたりした時に、この僕普段は標準語でね、仕事してるんですけども、そうやって話を聞いてると漫才に聞こえて仕方がないんですよ。いつオチが出てくるんかなとかついつい思ってしまう。話し方自体がなんかもう、はいお笑いですって聞こえるんでしょうね。そう、自分もそうやったんやっていうのをこの関西を出てから初めて気づきました。多いね。多いです。宮城はビークスまだあるのかな。ビークスってどんなやつなんやろ。ビークス、ビークス、ああちょっと僕覚えがないです、すいません。日本に住めず海外に来ても、ああまあそういう人は以前とにかく多かったですよ。とりあえず本当に2003、4年ぐらいまでは多かったですね。在体同士で派閥、ああまああるんでしょうね。だから僕こっちで友達増えないんですよね、きっとね。関西人は肯定系で話す、ああそういうことか。なんとかでないでもないとかあんま言わないですね、確かに。そういうような否定形をこう交えてニュアンス出していくっていうのは少ないかな。あ、鼻に突っ込んです。あ、あれですか、あれなんて言うんだっけ、ヤードム、ヤードムですか、あれありますよ。あれのメーカーがビークスなんかな。在体にもヒエラルキーがあるっていうか作りたがる。あ、在体者はあれですね、で言いながら、あ、時間来てるけどちょっとコインもらってるんで使っちゃっていいですか、申し訳ないけど、僕あっても腐らせてしまう可能性大なので申し訳ないですけど使わせていただきますね。でこの止まったあの画像のとこで申し訳ないんやけど、あの在体者にはなんて言うんでしょう、やっぱりね、タイがちょっとした、まあ、あんまりはっきり
形としてはインドみたいに見えないですけど、まあ、カースト制的なとこがあるんでね、日本人もやっぱり長いこといたらその影響も受けるんで、やっぱあれですよ、駐在員層と僕みたいなこの現地採用層とはやっぱり違うし、でこれはやっぱり意識がだいぶ違うなっていうのはやっぱありますね。意識はね、少し若いおじさん、お前さんよ、何も話せねえな、英語の勉強せなあかんな、正真正銘のおじさん、アンさん、わしら標準語も話せないんだから、まずは標準語から勉強や。ああ、なるほどね、なるほどね。まあ確かにね、関西人は標準語苦手です、苦手ですね。僕も本当思いますけど、こっちへ来て20年間まあ標準語でできるだけ勤めてきたつもりなんですけど、未だにダメですね。あ、事実じゃなくてもせやな。あ、それはね、だから未知の動物とか不思議話とか、ああいうのね、面白く聞きたいっていうのがあるんかな、きっと。関西人には、関西人とか大阪は特に、京都は違うもんな、大阪はまあそういうとこありますね。ヤードム最高に好き。あ、そうですか、ヤードム。ヤードムね、日本に持って帰ったら、なんか何かの関係、薬事法かなんかの関係で捕まるって、捕まるじゃないわ、没収されるって、空港で没収されるって聞いたことあるんですよね。それ結構いくつかの媒体で見たんですけど、あれ今でもそうなんかな、ヤードム捕まんのかな、捕まるじゃない、没収されんのかな、あれ。なんか最近そんな話全く聞かなくなったんで、いけてんのんちゃうんかな、もう今。え、むしろ日本でも売ってる、マジですか。そうか、もうじゃあその辺も変わったんやな。いや、よかったよかった、タイフェスで売ってると、ドン・キホーテで普通に売ってると。おお、そうなんすね、いい時代や、いい時代になってきましたね。なヤードムなんかね、もう何にもないのに、そんな捕まったら困るもん。お前、いやー、今まさにあれですよ、ちょっとだいぶ汗かいてきて、このヤードムちょっと欲しくなってきました。今日涼しいんですけどね、それでもやっぱ歩いてると暑いな。やっぱりいい汗かけてますよ。いやー、特にこの今日雨じゃないっていうの、雨じゃないのに涼しいっていうのポイント高い。今日は段ボール集めにおっちゃん疲れてしまったんかな。EIS の SIM 使ったけど、あれうざったい宣伝が、そうなんですか、宣伝がうざったい、そういうのがあるんですか。セブンイレブン、これここでそもそも EIS のあれ売ってないのかな、以前売ってたんですよ。あ、売ってるな、これ D タンって書いてあるな、なるほどな、まあ、それ確認したかっただけなんですけどね。このSIM カード、携帯の SIM カードってどこでも売ってるわけじゃないんですよね。最近、昔本当にどこでも売ってたし、登録も必要なかったんですけどね。そうか、でも昔僕もプリペイド形式のやつ使ってて、同じような旅行でね、今入れられてるようなやつと同じようなやつ使ってたんですけど、以前はね本当普通だったんですけどね、広告とかも何にも入ってこずに。そうか、今少しでもそんな感じのことをやろうとしてるんですね。まあな、まあ売宅のおばちゃんがね100バーツくれっていうぐらいですから、まあ、宣伝あるんやろな。ああ、タイ人のね、日本人とは違うから。はあ、なるほどなるほど。それを聞くと、まあ僕反対にもうその日本人との接触が本当にないので、違いがどうっていうのがもう全くわからないです。申し訳ない。普段彫刻してるからすごく、ああ造形的な部分の話ですか。ああそうか、だったら僕もね、日本のね、なんかそういうの見たら、AV とか見たらね、
でもあんまり見てないんでそれも分からへん。それより僕今深刻なのは性欲がどんどん落ちてることやねどっちかっていうと。あ、美大生なんですね。わあ、美大の関係の方最近結構なんか僕の枠にいろいろ来てくれて嬉しいな。美大の人の観点ってやっぱね面白いですよね本当に。っていうかまあ美大もいろいろな美大あるんかもしれないですけど、僕が聞いてる美大の感じってもう在籍者の方がもう面白いんですよね。もう突拍子もない学生生活送られてる方もいっぱいいらっしゃって、さあ2時20分そろそろクラブが終わってじゃんじゃん帰る人が出てくる時間ですね。来てますよ、じゃんじゃん来てますね。稼ぎ時ですね、ここバイクタクシーも。僕はアトリエ前でピザ窯作ってピザ焼いてむしゃむしゃ食べて食い終わったら取り壊してとか。ピザ窯、あ、ピザ窯を取り壊すか。うわ、すごいっすねそれ。あ、やっぱ面白い方ですね。やっぱりそうじゃないですか。なんか盛り上がってるカップルもいますね。いやー、みんな元気やな。送風するのに使うものはプロワー。何やろ、プロワーって何ですか。プロワーって、プロワー、いや、プロワー聞いたことないな。申し訳ないです、もう全然もう知らんことだらけで申し訳ないです。やっぱ混んでるでしょこれ。そうなんですよ、これずらーっとここ並んでますけど、これもう2時、この2時過ぎるとねこんな感じになるんですよね。いやー、もうクラブ絶世やなほんまに。いやー、ちなみにね、僕音楽めちゃくちゃ好きなんですけども、というかまあこっちで趣味で曲作ったりしてレコーディングしたりしてるような人間なんですけど、あれなんですよね、何やったっけ、こっちでかかってる音楽ってすごいベタベタなトランス、まあ、ちょっと以前で言うとこのユーロビートなんですよ。ドチ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 とかね、テキ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 、Are you ready? みたいなね、もうああいうの多いんですよ。で、やたらと盛り上がってきたらやたらと DJ が音止めて喋りたくるんですよね。ちょっと面白さがねいまいちわからない。送風機というべきか、芝生刈った後とかに風吹き上げる。ああ、でっかいでっかい扇風機みたいなやつですか。あ、クラブ行ってみたんですか。どうでしたクラブ。まあ、僕もちらっとは行ったことあるんですけどね、特にクラブでね、コンサートやってる時とかがあってライブ見に行ったりするのはチラチラっとあったりするんですけどね。まあその時結構ね面白いんですけどね。タイはね、ほんと最近あれです、バンドの実力めちゃくちゃ上がってきてます。チェーンソーみたいな見た目、そういうもんなんですか。ははー、ああいう形の送風機なんですか。じゃあその回る部分がこう縦長みたいになってる、そんな感じなんですかね。そういうことなんですか。あ、俺もここで買おう。僕も楽しみたいから盛り上がってきたら話しちゃうと。タイ人らしい素直な感じがいいと思う。タイらしいクラブ感。ああ、なるほどですね。周りの人とこうわっと話が盛り上がる感じなんですね。なるほどね。いや、でもその感じは僕もよくわかりますよ。
僕はタイに住んでるんで、タイでそういう風にっていうのはあんまりならないことが多いんですけど、ラオス行った時にそんな感じで地元の人と飲み倒しました。可愛げな2人の女の子、ああさっきのあの2人ですか。ちょっと夢を壊して申し訳ないですけど、結構なんて言うんですか、眉間にシワを寄せてなんか喋ってる女の子でした。コモドワーズのライブ、おーコモドワーズですか、ちょっと懐かしいな。コモドワーズ今もあるんですね。あ、今もあるんですねって、やってるんですね。さあメオメオ君はやっぱりダッシュか。そうやな、猫は大体ダッシュするからね。ちなみにメオメオって言いましたけど、メオっていうのがあれです、タイの猫の呼び方です。鳴き声真似するときはメオって言うからですね、メオ。ココマックス日本で売ってるんですか。このココマックスですか、このちょっと色こうなんかカラフルなところへ来てしまったんで、ちょっと色を確認しにくいと思うんですけど、水色のココマックスです。ね、白いココマックスは結構販売なんで見たかな、アマゾンで見たんかしたんですけども、あーココマックスのマックスタイムやってきましたよ。いやー今日も美味しく飲めそうや。まあ汗かいた後はなんかスポーツドリンクじゃなくてやっぱココマックスやな。いやほんま思うけど、あれなんですよね、タイではポカリスエット、まあ、ポカリスエットだいぶまだいいですけど、ポカリスエットよりあれより、何だっけ、アクエリアスより、タイで売ってるアクエリアスより、タイで売ってるポカリスエットよりやっぱココマックスですね。黒猫ね、黒猫ほんま黒猫ヤマト逃げやがって、でディスってすいません黒猫ヤマトさん。黒猫ヤマトさんには罪はないよ、てか今の黒猫にも罪はない。もうすぐ終わる気やな。読みましたね、ジンさん、あなた預言者ですか。そうですよ、もうそろそろ僕の配信は。黒猫ヤマト全然消せなかったですね。僕も全く消せないまま、もう何でもかんでも思いついたことを適当にもうちぎっては投げ、ちぎっては投げしてるような状態で話してます。すいません。もうほんま適当やらかしまくってすいません。流れ読んでますね、読まれてしまいましたね。これはもう格闘技でいうともう KO される一歩手前ですね。お前のパンチは読み切った、こっちからこう来るつもりやろ、ほらそこへクロスカウンターバッシュみたいな状態ですね。もう完全に読まれてます。いやそれにしてもやっぱ面白いな、このバンコクはいつもこのぐらいの時間になったら人こうやって出てくるんですよね。1時ぐらいのね、1時出発ぐらいで今日出てきたと思うんですけど、夜1時にはひっそりしてるんですよね。で夜2時に、2時過ぎるとこういう状態ね。タイで興味本位でエロいマッサージ、行ったんですね。で、うっ血してしまうと。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。で、LINE をもらったと。LINE 交換もとか、電話番号交換とか、ものすごい簡単にタイ人はやりますもんね。本当に。ちなみに僕は今更なんですけど、ご存知の方も多いとは思うんですが、結婚してますんで、そのあたりも卒業ということで、で、これ生々しい話になるんですが、嫁のご期待にも応えられず、なかなか苦しい日々を送っているようなそんな状態で僕います。結婚したのはちょっとややこしいんですけど、タイ人じゃないです。タイの
タイ族の親戚のタイアイ族っていう、まあ大きな意味でのタイ、そのなんていうんですか、タイのタイに住んでるタイ人のそのまあ兄弟部族みたいなところですね。その、あのタイアイの人と結婚してます。さっきのサウナはツイッターに上げたとこですよ。あ、そうか。え、あれお寺でしたっけ。あれお寺でしたっけ。あれ、あのハーバルサウナのいただいたやつですよね。あ、そうか。あ、しかもあ、そうかで、もう一つ思い出しましたけど、ここ今改修工事中で、ここで座って飲まれへんっていうことが分かりました。まあ、でもここに椅子側にこの縁があるので、ここで飲みましょう。え、結婚してたのってさ、白々しいわ。さっきこのココマックスでかなり先を読んだ割には、結婚してたのって今そっちへ。ツイッター、ああ分かりました、ありがとうございます。ツイッターの ID は何やろ、アットヒルネワンかな、アットヒルネワンです。で、ヒルネって言いましたけど、R の部分が、普通 R で書くところを L で僕書いてます。アットヒルネワンです。 HILUNE1 です。強引に座りましたね。強引に座ってしまいました。ちょっと一回膝に置いちゃいますよ。うん、フォロー失礼します。いやいや、もうありがとうございます。それはもう願ってもない話です。あのちょっと一口飲んでしまったけども、 KP です。乾杯。どうも、乾杯です。 KP です。僕ね、ふと思い出したけど、このウォーキング最近サボってたんで、ココマックス飲むのも僕多分1ヶ月ぶりぐらいです。感激ひとしおや。これはやっぱうまいわ。あのさっき白いやつとの違いの違うかどうかみたいな話しましたけど、このあの水色のタイプのやつ、これあの白いんですよね。ちょっと中見えにくいかもしれないですけど、白いんですよ。あの果肉の部分ねが入ってるんですよ。ちょっとねまったりさ、濃厚な感じなんですよ。あ、どうもケピ、ありがとうございます。ケピで、そうや、さっき途中までした話思い出した。あのちょっと一瞬だけこの話させてほしいんですけど、ちょっとあの共通のお知り合いの方のお話させてもらいたいんですけど、あの木村さん、あの日曜日から来ますよ、あのバンコクに。で、木村さんが夕方6時ぐらいに着くって言ってたかな。僕夕方4時ぐらいかで、僕5時に仕事終わるんで、日曜日、今週、あの次の日曜日ですね、今週って言っていいんかな、あれ来週って言った方がいいかな、あの日曜日とりあえずあの生突行いますんで、よろしくお願いします。飲みたい、乾杯です。飲みましょうよ。あのガリさんもあのすぐバンコクいらっしゃってくださいよ。あの帰ってきたば、日本に帰られたばっかりというお話でしたけども、日本時間、すみません間違えました、だから日本時間で言うと18時ですね。こっち時間の16時ですから18時ですね。だって言ってもそうか、違う、俺が5時で終わるってことは17時、でも会うとして1時間は多分いるから18時、あ、やっぱり20時頃ですね。そうです、そうです、すみませんヒラリーさん、そうです。飛行機代とホテルが、まあそうですよね、確かに、まあそれは間違いないですよね。でもガイリさん、あれですよ、あの今から30分後にここ集合しましたよ、ここね、これ大戸屋の前です。で、めちゃめちゃむちゃ言うな、どの大戸屋かも分かれへん。ネパールも行ったけど、友達、現地の友達の家にホームステイしたから行けた。あー、なるほどですね。
それはネパール人の方なんですかね、ホームステイってことはそうかな。ネパール僕も行きたいんですけど一回行ったことないんですよ。あ、やっぱですってそうですね、30分もきつい。まあ確かにね、僕もね、日本のね、じゃあ日本の大手屋で30分後にって言われてね、行けたらこれ明日のニュースの一面に載るでしょうね。どうやって行けたのか。いやほんまにここマックスは最高やな。ちなみにここはマクドナルドです。と意味もなくマクドナルドの宣伝をしてみました。いやいやいや、あ、ここにゴミ箱はないけども、ここにゴミ回収で来られるところに捨てておきましょう。30分後、マジですか。10分後僕の家の近くのファイル、うわマジですか、それですか。10分後か、俺10分後までにダッシュしたらどこまでつけるかな。うーん、おそらくさっきのコースの半分ぐらいしかつけないです。僕がこう歩いてきたこの道のりの半分ぐらいのとこまで行けたら万歳ですかね。ネパールは40日ですか。うわーいいですね、ネパールに40日か。じゃあもうカトマンド以外にもポカラとかいろんなとこ回られたんじゃない。ちょっとものすごい今日あるじゃないですか、このうちは。あ、ちなみにこのうちはこれストップ産地って書いてるように、これ止まってくださいっていうねやつなんですけども、これ実際ね全然止まってくれないんですけどね。でも一応出していきましょうか。ほらね、全然止まる気配がないでしょ、ね、全然止まる気配。でも止まるっていう意味であれですね、違う意味で止まってましたね。乗客だと思って止まってました、ね、でこれ使い終わったらここへ置いとくという、まあそんなシステムになってるんですけどね。山登りました。おお。え、それはヒマラヤ。すごいですね。でもこれね、若いうちに絶対行った方がいいですよね。僕はやっぱりちょっともう最近ヒマラヤトレッキングはやっぱりちょっと行けないですね。まあ遊びでちょっとね、その何かに参加するとかじゃなくて、ちょっと遊びでやってみようかって言って言うようなコースがあったら行けばいいかも。あ、うちは欲しい。そう思ってる人が多いんでしょうね。あれしょっちゅう盗まれてます。そのうちは意味ないやん。そうですよ、うちわはもうただ単にあれ多分本当その盗んでって言いましたけど、あれ持って帰ってバタバタしてて、そのうちはなんやねんって言って、そのネタです。あれもネタです、あれ間違いないです、ネタです。あれあんなプールになるとなんだ。あ、そうか。いやいいっすね。いやちょっと羨ましいなって、まあね、僕が羨ましがられる立場でいるのかもしれないですけどね、この大好きなタイにね僕が住んでてっていうのでね、そうなのかもしれないですけど。あ、元山岳部員でいらっしゃる。やっぱり面白い経歴ですね。やっぱ面白い経歴ですよ。83分37、あと7分ぐらいか、6分7分。あのうちはね、あれね、あれです、国が作ってるとかそういうもんじゃないんですよね。あれ、なんていうんですか、会社の販売店が作ってるんですよ、あれ。だから、あれ民間で作ってるもんなんで、全然大丈夫です、あれ。あんなプルマどこまで上がりましたという問いかけが。顧問がエベレストの登頂者。おお、マジですか。エベレストの登頂者。あ、そうなんです、そうです、そうです。あれだからその分ね、あれが入ってますよ。何でしたっけ、宣伝が入ってますよ、会社の名前の。さあ、いよいよこれが打ち鳴らされるとお別れの合図も近づいてきました。あ、お別れの合図って、お別れの時間も。あ、こんなところにおあつらい向きに今日椅子がなぜかあるじゃないですか。
ークはエベレストかっていうか、ネパールは行きたいな。ネパールは世界の中でも三大行きたいところの中の一つですね。本当にベースキャンプより上で、死亡率 35% 超えた壁の前で吹雪が、強くすぎてかなり危険で、1日そこでステイしたと。各自ツェルトで待機で、よくならなくて帰った、まあ、そうか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 。まあ本当ね、天候が命取りになるんですもんね。本当にもうそういう世界でしょうから。あ、ちなみに高山病ってどうなんですか。結構なる人も多いんですかね、やっぱり。ヒマラヤントラベル、おお、そういう会社っていうか旅行会社かな。もはやならない。あ、まあでも40日間もねいらっしゃったりして、鳴らす時間もあったんでしょうしね。そうかそうか、そういうことかな。それとも行き慣れてっていうのもあるんですかね。マウントレーニアは登頂してます。ああ、そうか。いや、登頂か。いや、ぜひぜひ僕の代わりにもう一回再チャレンジしてみてください。もう僕はちょっと本当にちょっとチャレンジできる年齢でなくなってきたので、ぜひそうしていただきたいです。って言ってもネパールはいつか行きますけどね、必ずね。何？更新できなかったコメントがあります。やばい状況に突っ込んできたか、俺は。やばいのか。いや、現地の、登山仲間と途中合流の仲間と一緒に。あーはははは、そういう感じで、コーディネーターとしては、まあ、仲間と一緒という形でっていうことで、コーディネーターに依頼したわけじゃないんですね。あ、キリマンジャロも登頂。おー、キリマンジャロって5000メートル級ですよね。そっか、キリマンジャロか。いや、羨ましいな。と言いつつも赤字になりましたね。さあ、まあこれも、まあ89分に差し掛かったら、まあ皆さんとお別れという形にしましょうか。それはすごい、キリマンジャロ雪がありましたかという質問ですね。いや、雪見たいな。もう何年雪見てないんや。僕もそういう意味ではタイ人っぽくなってきたな。雪が見たい。またまた更新できないコメントって出てるじゃないですか。でもなんでないのな。あ、来た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 。雪山救助訓練もおーありました。きつかったからと。はあ、はあはあはあ、雪があったんですね。何ですと。いや、まあまあ、もう仁さんだってね、もう飽き飽きしてきたでしょ。こんなね、風景見るのももう何回見たか、ほんまに。最後だけ雪があってきつかったキリマンジャロだったと。ああ、そういうことか。いや、それ雪やったらきついでしょうね。いや、ちょっと想像絶するな。雪山って僕はスキーでしか行ったことがないんで、で、一回スキー板落としてかなりひどい目にあったので、それだけでも大変な感じがします。はい、ということで、まあ僕明日ちょっとレコーディング行ってくるので、まあその取りまとめもあり、わあ、そうか、この時間か。まあそうやな、90分枠やってるもんな。うん、ということで、まあそろそろ失礼しようかなと思ってます。はい、今日も皆さん本当に長い時間ありがとうございました。やばい、また更新できなかったコメントになってる。まあ、そんな